去年、ザ・ファーストってオーディション番組やった時ですね人の人生左右する瞬間が本当に多くて今、ヒーローはいますかという質問があるんですけども、もお三方、ご自身にとってのヒーローだったり、まあ、今、ヒーローと感じている存在だったり。うん まあああれですね、あのー、今、もういろんなことが混沌としている世の中で、うん、いわゆる今までのヒーロー像っていうのは完全に崩壊してるのですよね、うん、ちょっと真面目なこと言っちゃうとうん、うん、そんな中であの自分が思うヒーローにいつか俺がなれたらなっていう気持ちもうん、うん、まあ音楽やってる人ってそういうのはあるじゃないですか。そ、あのー、うでですか実際でも、うん そのすみません逆しちゃいますけど、はい、ドリカムって言っても大丈夫ですか、うん、さっきはドリームズカムトゥルーって,って、うん、もうやめてくださいそれ <laughs> ドリカムでドリカムの曲で、うん、あのすごく実際自分が辛い時に勇気づけられたりとかもしているしやっぱそうやって音楽発信する身としてはそういったものをどんどん出していけるっていう <laughs> そういったことができる人ってやっぱヒーローだなって僕思いますねまさにスカイハイがヒーローですよ 自分はそうですねちょうどあのお,おっしゃってたことの間くらいになっちゃうんですけど別に中養を取ったつもりではないんですけどあのふ普段もう世話しないですしそれこそあのいろんな意味で単純にその仕事がいっぱいで忙しいよみたいなこともあると思うんですけどそれだけじゃなくてあの世話しない世の中だと思うのであの心が落ち着かないこととか。うん あとやっぱあのみんなスマートフォン持ってるんでひっきりなしにさまざまな連絡が来ちゃう状況ってあると思うんですけどあのライブ自分のライブがある時間って2時間くらい一切スマートフォン見ないんで当たり前ですけど見れないし余計なこと考えないじゃないですか,かその時間に結構救われてるところあるんでライブ中の自分が強いて言えばヒーローのような気がしますね。おっししゃる通りだと思いますね多分僕一番緊張したの,あの 去年、ザ・ファーストってオーディション番組やった時ですね自分の人生的にも割りと、まあ、お金もそうだけどかけたっていうのもありますけどそれ以上にやっぱあの人の人生左右する瞬間が本当に多くて、うん、それは本当でしょう順位を告げたりとかあの途中で去らなくてはいけない方とかもいらっしゃいますし、うん、あと、最初本当最初の最初とかに。あの まあお名前をおっしゃられてパフォーマンス見せてもらってっていうコミュニケーションしたときはものすごい緊張本当にあの不安とかなしでただ緊張で寝れなかったっていうのがあったのでうん結構あれがやっぱ一番緊張しましまたね責任があるとき緊張するそうですねしかも他人の人生にここまで綿密に関わることって今までの人生はなかったんで。 それがやっぱり一番緊張したなと思いますね。じゃあ多分子供たちもね、はい、なんかやっぱり友達のことについて相談を受けたときに、うん、なんかこう答えるとき緊張しちゃうのかな、やっぱりその答えがね。で,ねでもなんか、うん、友達から悩みを相談されて、うん、それに対して緊張できる人って素敵ですよね。うん、なるほど、ね、<laughs> 自分のことよりも、うん、そのことでこう何気感情が動くっていうのはね、素敵ですよ、ね。素敵なことだなと思いますね。なので。うん そういう責任を抱いて生きていきましょう。<laughs> 生きていきましょうね。<laughs> たくさんいかがですか。あのー、結構緊張ってなんかネガティブワードになりがちですけど、今のスカイハイさんの,のもうすごい実はポジティブなことで、そうですね。あのやっぱある程度の緊張感っていうねやっぱ常にあの慣れてるととはいえ、ちょっとやっぱ常にみんな緊張感はあると思うんですよね。はい、その緊張を大切にすること。 あと、えっ、ー、と、その緊張して何もできなくなる前にも、とことん練習とかするっていうこと。と、<え>そのミクスチャーがすごい大事なんじゃないかなって思ったりします。そうですね。うん、あのー、確かマラドーナが、ディエゴマラドーナが。<laughs> あのー、緊張は礼儀だって,言ってたす。言あ<ー>あ<ー>、いい言葉ですね。緊張は礼儀だ。そのステージに対する、まあ、うん、そのフィールドに対する。はい その試合に対するそのゲームに対する礼儀だって言ってましたねだから,だからここにいるみんな例えばでかいステージ出る時もあの普通にできるけど絶対どっかしら緊張感はあるとは思うんですよね。